ルスのアングルシーっていう場所にいるねんけど、アングルシーの特別な部分は可愛い妖怪がいろいろそこら中にあるねん。この看板の教会、おじいちゃんに発音聞いてるのか。A Sunday Lamb. So. It's a little church、in the shape of a cross or half a cross、outside Gochmai, out in the fields. ってことで一緒に探しに行こうぜ。一回行ったことあんねんけど、もう一回行ってみたい。そしてちゃんとみんなにシェアしたい。僕すごい教会の建物が好きやね。なんか魅力的やなって思うね。よっしゃ、行こうか。教会は向こう。そして100メートルぐらい、50メートル、100メートルぐらいのこの道を歩いたら教会に着くね。教会入りたかったら2つ入る方法があるね。1つ目はこの お墓崩れちゃったみたいやな。見えるこれ、みんな。この教会、実はこれが結構有名ね。この、なんていうか分からんけど、これがまだ古い古い、これ12世紀の教会。全部でちゃうけど、12世紀のものなんで、そしてこれも結構有名。これは絶対12世紀。ここで赤ちゃんを洗礼した。かっこいい模様がついて。そう。何行こうかな、ウェールズ語。今から僕牧師の真似するで。
こいい。おお。そう。だからこっちイスラエル。こっちにもイスラエル。こっちにもイスラエル。そう。こうやってメッセージを読みながら。で、みんな、詩編23章、知らなかったら見てみて、いつか。かっこいいで。めっちゃいい聖書箇所。もうめっちゃ古いのがあるんだ。円の、アーチ、なんていうかわからんけど、日本語で。形がちっちゃい。手作りっていうの、わかるんだ。そしてこれは、こういうの頑張って作られたな。そう、ここに名前書きたかったら名前書いていいよ。やって3月7日に誰か来たんっぽい。ウェールズ語で書いてあるわ。